YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、竹岡圭恵です。いや、まだ真夏っていうぐらいのね、日差しですけれども、いや、この日差し夏よりきついんじゃないっていうぐらいで、ね、日焼けが怖いお年頃でもございますが、そんな日差しに負けないように楽しく車を紹介していきたいと思います。今日はこちらのアウディ e-tron S スポーツバッグでございます。ではまずボディサイズからご紹介します。全長が4900、全幅が1975、全高が1615ということで、幅はね、随分広いなって数字だけ見ると感じますよね。長さも4900なんで、かなりのビッグサイズでございます。でこれはですね、e-tron ね、ここにも書いてありますけれども、e-tron というのはですね、一番最初出てきた時に、わー、アウディの電気自動車だけどどういう存在なのかなって私思った時に、アウディのですね、昔あったオールロードクアトロ、あれに近いもんだなって最初理解したんですよ。で確かにそうやって理解すると、あ、オールロードクアトロ、あの大きさでああいう走りでって、なんか妙に納得した覚えがあるんですね。でその後にちょっと SUV ルックのやつが出たんですが、今はまたいろいろ整備されまして、これがスポーツバッグという名前で、前に SUV って言われてた名前が多分 SUV を外したんでしょうね。そういった形になりまして、普通の、まあ、e-tron と、あとは e-tron GT って言って、ね、もっとスポーツカータイプのやつと、あと Q4 e-tron も今ありますのでね、 e-tron シリーズ拡大中でございます。でですね、デザイン的には、電気自動車なんですね。完全なフルバッテリー EV でございますので、ここをあんまりラジエーターのように冷やす必要がないということで、結構塞がってます。よく見るとね、ここも穴開いてないですみたいな状況で、そこにね S のパッチが輝いてますけれども、こちらですね、アウディといえばライトがすごい。これもね、デジタルマトリックスライトって書いてあります。 LED なんですけれどもね、これ100万個のデジタルマイクロミラーを5000万分の1秒単位で制御してるっていうね、もうなんか天文学的数字でさっぱり分かりませんが、すごく非常に細かく制御して、いろいろな機能を持ったライトになっております。このね、自社位置のところを映したり、カミングホーム機能とか、まあ、いろんな機能があるんですけれども、まあ美しい。そしてマトリックスヘッドライトなので、相手が眩しいところは暗くして、そして自分が見たいところは明るくするんですけど、その制御が非常に細かいということですね。じゃあちょっと傘のハザードちゃんを、お、流れたぞ。アウディもね、この流れるのもすごいいち早くやりましたからね、これからなんか流行ったのかなみたいな、ありがとうございます、感じがしますけれども、これあとあれだね、ミラーウォッシャーついてるね、ここね、パカって出るんだろうね、きっとね。そっちもついてるでしょ。そうだね、間違いないね。出すと車が汚れるんで、今はやりません。はい。ですね、こちらのタイヤも見てみようかな。285ですよ。今普段235とか245でもすげーとか言ってるのが285ですよ。ほぼ300だよ。すごいな、285、35、しかも22って、ちょっとねびっくりですよね。非常に幅の広い、そして外径の大きなタイヤがかからされているというのをお分かりいただけたんじゃないかと思います。 EV 専用タイヤとなっております。はい。でこれはね、e-tron ちゃん書いてありますけど、これこここんな感じで押すと開くんです。これ、ね、もう一回やる。急速充電のねポートですね。パンと刺してこんな感じになっておりますが、まあね、スポーツバッグなんで、こういった上がこういう風にシャープに降りてくる形状をしておりますけれども、意外と幅も厚い、そんな感じですよね。だからこうクロスオーバー SUV のハッチバックみたいな、そんな印象を受けるんじゃないかなと思います。でもね、こういったところ1本ラインがピューって入ってるのは、そのすごくね、あの生産性の高いアウディらしい技術を使っている車なんだなっていうのがお分かりいただけるんではないでしょうかね。そしてもう一つこれ言っとかないとね、このミラーちゃん、これカメラのミラーちゃんです。
今ここ赤いのついてるでしょ、はい、でこれはですね、この映像を映し出してるんです、ここにね。でそのね、映し出される位置がちょっと低いのが玉ねぎ図なんていう風にずっと言われてきましたが、いいこともあって、何かというとこれがですね、暗くても明るく映るんですよ。皆さんもスマホで写真撮るときに外よりもなんか随分明るく映るなって思われたことあると思うんですけど、結構明るく映ります。あと雨の日ね、ここに水滴がとかいうの心配なくなりますからね、そういった意味でも慣れたら結構ね使いやすいのかなというふうに思います。でね、デザイナーさん的にはね、空力性能も考えるとこのドアミラーって実はない方が嬉しいんですって。でもないと運転できなくて困っちゃうので、ないと困っちゃうんだけど、今はね空力も考えて、これでねダウンフォースが意外と効いてるらしいんですよ。でこういう形してるのと、まああと従来のねところからいきなりなくしちゃうと皆さんこう戸惑うでしょ、というのでこういう形にされてるというお話を聞いたことがあります。では後ろですけれども、こちらにもイートロン S ね、フォーリングスもありますけれど、結構分厚いよね、分厚い印象が強い。はい、こんな感じでオープンいたしました。結構広いは広い、ただねここがやっぱ高いですよね。 SUV 並みよね、しっかりした SUV 並み、シティハイ SUV じゃなくてクロカン SUV ぐらいの、それよりはもうちょっと低いかな、それはちょっと大げさだったかな、まあでも割と高いですここね。あ、この下深いよ、こんなにスペースあります。だからここのところに、まあ、充電ケーブルとか入れるのかな、ね、そんな感じだと思います。でもここに充電ケーブル入れちゃえばここにね何も荷物がなくていいのでいいですよね。でこのネットをこれこうやって下げれば結構横幅も稼げるからいろいろ入るんじゃない。ゴルフバッグは入るかな、短いやつだったら入るのかな、ちょっと私ゴルフしないのでよくわかんないんですけど、もしかしたら入るやもしれぬ。で奥行きも結構あります。はい、でこれはこれどうやって取るんだ、前に引き出す、手前に引き出す、はい、前っていうから押しちゃったよおお、この戸のカバーをどけてみたら、見てください、このバー状の LED ライト、おしゃれさんですね。でこれはですね、果てしなく遠くて私できないので横からやりたいと思いますが、ドンドンと、これは広いね、相当広いね。まあボディサイズ考えたらそうなんですけど、これは結構詰めると思います。ただね、この本当にさっきから何回も言いますけど、高さが地上からのここまでの高さが結構高いので、でここも結構分厚いので、乗せ下ろしするときはここにカバーなどをすることをおすすめしますっていう感じになっちゃうかもしれないですね。はい、でもまあ大容量タイプでございます。では運転席乗ってみましょうかね。音はいい音しますね。はい、じゃあまあでも足届く、ちゃんと底下まで来てるから汚れないみたいのもあります。でこれは電動なので、トゥルトゥーンと上げますと意外とじっくり上がるのね。よっ、これも前だけ上がるタイプですが上げません。これ吊り下げ式ですね、吊り下げ式で届くかしら、もうちょっと来ないかな、ちょっともうちょっと下げた方が良さそうだねこれね、前がこれで目いっぱいだからもうちょい、こんぐらいかな、うん、こんぐらいだろうな。そしてこれも電動、さすが電気の車だけあって全部電気ですね。これだとちょっと遠いからこれ引っ張ってくる。よいしょ。テレスコピックってさ、テ
手前に来るのがいいけど、ここもどんどん上がっちゃうのがガンですよね。ここだいたい握り拳1個入るぐらいが本当はいいので、もうちょい下げたいんだけど、まあ位置考えるとこんなもんですかね。はい。でこの状態だとですね、ボネットは全く見えませんでした。はい、これだと見えないんだよな。ちょっと上げるとやっぱり見えるのか。上げるとでもちょっとギリギリ踏むとね、ちょっとだけ上がっちゃうんだよね。私の足がちっちゃいんだけどね。でこれぐらい避けて、これがギリギリの線だな。こういうのギリギリ足もいけるし、あ、ボンテントもね、この辺は見えます。うっすらこの辺まで、こっからこの辺までは見えているので、まあまあ幅広ですけど、1900以上あるからね、幅広ですけど、まあ感覚はつかめる。うん、大丈夫だ。であそこはね、こう来てちょっとだけ上がってんだけど、思ったよりも上がってないの、思ったよりも。でここのラインからずっと続いてるんですけど、であそこにミラーがちょうど来るんですね。ちょっとねつけるね。見えますか、あそこに映像が映るんです。ドアミラーの映像が映るんですね。こっちだとここに映るんですけど、こんな形になるので、まああのしょうがないのかな、あの位置はねって感じがしますけどね。もう少し高い位置に来てくれた方が本当は見やすいです。じゃあこの状態で後ろ行ってみましょう。カシャッ、これはもうちょっとここ来てくれると本当はありがたいかな。まあまあでもなんとか座れます。で私が今自分の 159.4 のポジションですと余裕シャクシャクで入れるぐらい空いているので、これはちょっと楽しみですね。じゃあ勝さんよろしくお願いします。じゃあ勝さんにポジションを合わせていただいている間に、今日は説明しがいがあります。よ原田さん、ここ見てください。こんなねデジタルチックなパネルがついております。でもエアコンとシートヒーターもありますね。で下にはここにアクセサリーソケットがあります。で温度も風量もねコントロールできるのがいいですよね。今は一応オートになっております。で吹き出し口はこれは手動ですけどコントロールができます。でここは網だ、はいね、網だがありますけれども、でここはここにこんな形ね、ライトがつきます。うん、アウディっぽいねこれもね、うん、いい感じじゃない。お、で、ま、真ん中は硬かった。はい、ここにですね、こうだね、こう来てこうだね、パチャッと。はい、ここにボトルホルダー、そしてここに薄型のトレイがございます。だからまあね、ここにスマホなんか置いてのSUV じゃない、 USB が、ないね。 USB があってもよかったね。でもまあそういうのであんまり電気食っちゃうと、これ電気で走ってる車なんてね、他であんまり電気は使ってほしくないのかもしれませんが、ここはすごいね、大きなスペース、そしてバーンドオルフセンがついてます。高級ですね。でこの辺りのねデザインとかもなかなかねアグレッシブな感じがしてよろしいのではないでしょうか。ここにねお洋服をかける、ハンガーをかける服ですね、こんなのもついてます。でここにも吹き出し口があるので、結構リアシートのね席のねおもてなし力、高いんじゃないかなと思いますよ。じゃあこんな感じで、勝さんをポジションにしましたら、私はギリ入れなかったって感じですけれどもね、まあスペース的には十分なんで、あのお二人も満足いくんじゃないですかね。ちょっと座っていただきましょう。ではいつものように身長 175.5cm の勝さんと 176cm の原田カメラマンに後ろの席に座っていただきました。お二人ともね、文句ないよね、やっぱ車大きいもんね、全然いいよねって言ってました。あのいい時は意外と感想って少ないのね、不思議なもんですね人間ってね。でもあの本当にね見てる感じもしっかりお二人とももう包まれ感たっぷりで座られてる感じですし、こういったキルティングのね加工もされて、そしてちゃんと体をホールドしてくれる形状になっているので、はい、しっかり座っていただけるんじゃないかなと思います。で幅もありますので、ここのね空間もかなり空いておりますので、見晴らしも良いということでね、本当にあのリアシート結構これおもてなし度高い感じがするんですよ。こっちからこうやって見るとドアトリムのところの
アルミのラインがスーってちょっとご湾曲してて、すごいあんなに入ってるのって珍しくない、リアのドアにね。だからかなりの高級車、はい、だと思います。ショーファーカーとして使ってもいいんじゃないかしら。はい、では運転席周りご説明しましょう。まずね、ドアトリムから、後ろの席と同じくですね、このアルミのね加色が入っておりまして、非常にこう上手にというかごちゃごちゃせずに美しくアウディらしい感じでまとまっていると思います。バン&ウルフ製のところにもですね同じようなアルミを使いまして、でこのアルミと黒の組み合わせはここもそうっていう感じでですねずっと使われているんですね。ここはちょっと素材違いますけど、ここがそうですね、はい。なので本当に統一感あるのがねまたアウディらしいなっていう感じがいたします。でこのシートもですね、ここにわざわざ色入れてないところがこれまたきっとアウディのこだわりなのかもしれないですね。ここのところ赤とか別に入れてないんです。はい、このあたりも入れてないんです。 S がいろんなところに書いてありますが入れてないんですよ。これがね、いいところかなと思います。アウディは比較的フラットにグローブボックス作ることが多いんですね。これもフラットに作られています。まあたくさん入って良いといえば良いかもしれません。でここのねシート、実は運転席もこうやって前伸びるんです、この分ね。まあ私はいつも短くしてますけど、体の大きな方はさらにここ伸ばしていただいて座っていただくとシートの大きさをしっかり感じることができると思います。なので体の大きな方がショーファーカーとして使ってもこの車はいいような気がするんですよね。でね、あとはこのフレームレスのルームミラーとかこういったところも触るとついた、おって感じだね。ここはなんかこのライトもちょっと高級そうな感じがする、ね、ライト類やっぱり高級そうですわね。でここにはですね、ディスプレイがありまして、今ライトついてるのかな、オートだね。なんか暗いよね。まあいい、あ、ついたついた。ここにはですね、一番上にエアコンの吹き出し口、そして、ナビなどのディスプレイ、そしてこちらのディスプレイはエアコンですね。こういった形でディスプレイ、そしてメーターの中もディスプレイといった形で並んでますが、だいたいここの一等地には吹き出し口じゃなくてディスプレイが来ることが多いんですけど、これはエアコンの吹き出し口になってますね。まあここにね、いろいろ映し出せるんですよ、アウディは。例えばこれで地図映るでしょ。こんだけバーチャルコックピットで映せるから、まあいいかなっていう感じなのかもしれないですけれどもね。で、ここはオーディオは物理スイッチになっております。で、カメラとかもいろいろありまして、これが実はシフトレバーなんですよ。これをこうやって、こう動かします。カチャカチャカチャ。で、P はここにあります。ね、面白いよね、こんな形をしております。未来的で、ここはですねシャッターはないんです。開いてる形で、ここはここにはシャッターがあるですね。こう閉める。でここはまあアクセサリーソケットがあって、まあ、スマホなんか置いたりもできます。 USB のスイッチもあります。そしてねここに開いてるの、これ見える、ここ貫通してるので、ここからこっちへ出して後ろへ持ってくなんてことも、ここからこっちへ出して後ろへ持ってくなんていうこともできそうですね。後ろに USB のねジャックがないので、そうやってコードを這わせて使うなんていうのもありかもしれません。でここを開けるとね、これね多分ね大きさ変えられるやつな気がするんだよね。こうだこうやってやるとね、ちょっと小さい缶タイプのやつも OK で、こうやってやると大きなボックスとしても使えます。こんな感じですかね。でハンドル周りは、まあ、パドルシフトがあって、シフトレバーがたくさん生えてるタイプです。ライト、ワイパー、そしてこれは、クルーズコントロールね。でここの上はシンプルに、このビュー切り替えボタンと、あと電話なんかのボタンがありますけど、とにかくまあ液晶が綺麗、こんな綺麗なのよ、びっくりしちゃいますよね。でライトはですねここにあるんですけど、見えるかな、ボタンスイッチです。これこんだけ、意外とシンプルでしたね。はい、こんな感じになっております。
ではボンネットの下でございます。はい、こんな感じでね、ボンネットの下スペースになってるんですけど、ここに皆さんこんなボックスがあるとね、あらまあエンジンかしらって思うと、実はここボックスです。あ、ここに入ってましたね、充電ケーブル。っていうことはこっちに充電ケーブル入れれば、向こうの下のボックスは充電ケーブルじゃなくて他のものを入れられる。逆にあっちに充電ケーブル入れれば、こっちは他のものが入れられるということで、まあいろいろね、あの皆さんのライフスタイルに合わせて使っていただければいいんじゃないかなというふうに思っております。でですね、こちらのスペックなんですけれども、駆動用のリチウムイオンバッテリーの総容量は 95kWh になります。でこれベースモデルはね、あの前後アクセルに各1機のモーターを搭載しているんですけれども、 S モデルはですね、フロントに最高出力 150kW、まあ、204馬力ですねのモーターを1つで、リアはですね 132kW、 180馬力のモーターを2機、全部で3つのモーター搭載しているんですよね。なのでシステムトータルで最高出力は503馬力、そしてトルクは973Nm ということで、973って何よっていうようなね、ビッグトルクですけれども、パワー的にもすごいです、トルクもすごいですということで超パワフルなんです。だからこれ S がついてるんですよね。で基本的にこれね、リアのモーターをメインで動かす車です。で基本はリア動かしていて、で足りなくなった、もっとパワー欲しいんだなこの人と思ったらフロントも動かす方式です。でこれリアは独立で動くので、いわゆるメカニカル LSD 的な、そういった働きもできるようになってるんですよね。さて走り出しましたけれどもね、これ私ちょっとびっくりしたんですけど、発進の時のね、走り出しがすごく重たいんですよ。最初あれギア入ってないのかなとかね、何回かちょっと見ちゃった、まあギアって言わないか、スイッチだね、入ってないのかなって見ちゃったぐらい、なんかね走り出しがどっしり重厚なんです。まあね、逆にものすごいパワーがあるんで、ふわって出ちゃうとね危ないからなのかななんても思ったりしたんですけど、まあ、走り出してしまえばね、とにかく重厚感がすごいですね。もともとね、イートロンに一番最初乗った時は、うわーがっちりしてるな、とにかく下回りがとにかくがっちりしてて、なんか板に乗ってるかのようながっちり感だなって思ったのをね覚えてるんですけれども、これはですね、逆にS になったことで、このがっちり感がうまいこの S 具合に相まっていい感じですね。で今これドライブモードがオートになっております。じゃあ今度こっからはエフィシェンシーにしてみようかしらね。これをこうすればいいのか、タッチパネルでね、それがかな、車高が変わってますよ。今車高がちょっと上がりましたね。で今これ自動にねオートパーキングに入ってるんで、ね、ブレーキペダル離しても大丈夫、止まってるからね手は離す必要ないんですけど大丈夫です。でこのままアクセルをポンと踏めばね走り出します。このメーターの液晶は本当これも綺麗ですね。こういう時なんか本当にっていうぐらい重いですよ。何か間違ってるわけじゃないよねっていうぐらい重たくてちょっとびっくりです。でもエフィシェンシーでもね、ちょっとこう踏み込まなくても速度が乗るのは十分速い。でもこれエフィシェンシーだからゆっくりってわけじゃないと思うんだけど、次じゃあちょっと信号からこれオフロードオールロードエフィシェンシー、コンフォート、オートなのでちょっと止まってる間にね、この絵なんか見ちゃったりするとね、これまずオフロード、あ、ここ変わるわけじゃないんだ、オールロード、これは ESC オンで出てきた、スタビリーコ、これエフィシェンシー、コンフォート、
おっと、え、変わんないね、変わんないけど、あ、こうなるとちょい下がるんだ。 FCC がちょっと下がる、うん、消えちゃった。要は空力考えて下がる。でオールローだとちょっと上がる。でオフローだとこれはスタビリティコントロールがオフロードモードになります。なのでスタビリティコントロールがオフロードモードと普通のオールロードモードとあると考えていただければいいかと思う。で FCC は空力考えて車高が下がる。でコンフォートは、まあ、元へ戻る。オートで元へ戻る。ちょっとオートでね、まあでもオートでも、うん、エフシェンシーよりはちょっとだけスッと出るかなぐらいな感じで、走り出しのこの重厚感というかね、どっしり感はすごいですね。でもブレーキのフィーリングとかもそんなにね、回生の嫌な感じも全然ないです。でね、イートロンって回生力がかなり高いんですよ。で今回はリアモーターをさらに、まあ、リアモーター周りをさらにねこう強めた、数も増やした S ということで、その分ね回生も上がってるんじゃないかと思うんですけど、そのちょっとデータがなかったんではっきりわかんないんですが、すごい元々のイートロンが単パイクをガーッと上まで上がってガーッと下まで下がってくると7割ぐらい回生してたっていう話を聞いているので、まあそれぐらいは楽勝でいくんじゃないですかね。まあイートロン GT の方がね、回生力は高くて、街中だと 85% からもしかしたら 90% ぐらい回生するっていうね、話も聞いてますので、全然減っていかないなんて話も聞いてますので、それよりはあれですけど、でも本当ね、やっぱりこれはオールロードクワトロなんだなって本当乗るたびに思いますね、このスポーツバッグ。そう考えるとすごくこう存在が分かりやすいと思うんですよ。どこでも行けちゃう SUV みたいな。で後ろの席もなんかすごいね、ショーファーカーとして使えるぐらい、コンフォータブルで、まあ今時ね、ミニバンとか SUV をショーファーカーで使ってる、そういった会社も結構多いので、そう考えるとねこれは非常におしゃれだと思います。でしかもやっぱりね、電気だから当たり前じゃないですけど静かじゃないですか。となると後ろの方はより快適に過ごせますのでね、かなりねショーファーとして電気自動車っていうのがねありなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でもまあ普段乗られる方はやっぱりこれね電気自動車なので、外からはあれじゃないですか、あったダイナミックがさっきあったよなと思ったんだ、隠れてた。ダイナミックにするとこれまた下がる。だからダイナミックとエフィシェンシーの車高は同じなんですけれども、エフィシェンシーは燃費を抑えるための車高を下げる、空力ね。ダイナミックはやっぱり速く走らせるために重心下げるの車高を下げると、まあ、高さは同じですけどね、そういった違いがあるようです。でダイナミックにこれしたのでね、また勝さんに乗り心地をねちょっと感じといていただこうかなと思ってますけど、ちょっとこのドドンが強いですかね。だからこれモードにするとすごいいっぱいあるんだな。じゃあこれ体感していただくためにですね、今これカツさんダイナミックです。でちょっといっぱいあるんでねいっぱい買いますけどね、じゃあ分かりやすくコンフォート、じゃあ今度はオールロード、どうでしょうか勝さん。
コンフォート、今ね、ダイナミックコンフォートオールロードってやりました。それでね、あの一番の違いは、はい、あの衝撃の波の高さ、高さ、うん、はい、だから、ね、強さとかな、うん、だからあのやっぱりダイナミックが一番強い感じ、ダイナミックが一番衝撃が強い感じ、衝撃の幅はね同じなんだけど、あ、衝撃のパワーは同じだけど、幅ってあの幅、トントントンっていうその幅ね、リズムの幅は、うん、リズムは同じなんだけど、リズムは同じだけど高さが違う、高さが違う、まあ、強さっていうかな、ほうほう、まあ、明らかに違うよね、うん、これ三つともね、なるほど、まあ一番ダイナミックは一番効くかな、なるほど、その次は、オールロード、ね、オールロード、うん、でコンフォートがやっぱ一番候補だった、やっぱり弱いよね、うん、あのオールロードにすると結構横揺れた感じとかしませんでした？結構車高高くなってるんですけど、あ、後ろでは感じない、なるほどなるほど、とコンフォルトよりもオールロードの方が高さが上がるので、若干こう上がってこうそこまでじゃないんだけど、うん、まあね、うん、そんな感じないよね、うん、路面だとね、だから、まあ、このエアサスがすごくよくできてるんでしょうね、逆にね、うん、だから私もねそんなにあの横揺れって感じも感じないんですよ、運転しててもね、で常にやっぱりバッテリーが下にあるもんで重心低いじゃないですか、だから足を上げてもそんなに重心の高さが高くなっちゃったなって感じがしないので、いい意味でね、あのそこはうまくできてるのかなっていうふうに思います。だから電気自動車なので、逆にそういったこう車高を上げなきゃいけない、オフロードも行かなきゃいけないような車っていうのは、重心が下げられる分意外と充電だけクリアすれば向いてるのかもね。でしかもこう制御なんかがやっぱりガソリンエンジンの5倍ぐらい速いって言われてるじゃないですか。だからそういった意味でも、こうほんのちょっとあの岩の頂上から1センチ行くと落っこっちゃうんですけどみたいな細かい制御もねしやすいんじゃないかなと実は思っております、モーターの車ってね。なのですごくあの緻密な細かい制御とともに非常にですね乗り味もいい感じで、まあ、大きいから小回り性はそんなに正直得意じゃないかなっていうふうに思いますけどね。だから結果ね、これいくつあるかっていうと、オフロード、オールロード、エフィシェンシー、コンフォート、オート、ダイナミック、インディビジュアルと、すごい数だね。1,2,3,4,5,6,7本もある。はい、なんですね。じゃあちょっとオートにしておいて。だから私がね最初にこれオールロードクワトロだと思ったらすごく納得できたってお話をしたと思うんですけれども、この新時代のねあのオールロードクワトロなんだなって思ったんですよ。車高を上げていっても重心の低さは電池の重さを下に持ってくることによってこうカバーできるみたいな、今までにない乗り味なんだけれども今までにないところを走れてしまう、そう今まで考えられなかったところがこう両立できるところがやっぱりこうモーターを使って新しい車を作ったというところの意味に、落ちてくるのかなというふうに思っております。はい、まあね、そんなわけで電気自動車なので音がねどれぐらいかっていうのも気になるので、ちょっと原田カメラマンに聞いてみようと思いますが、原田カメラマンのデシベルチェックのコーナーです。原田カメラマンいかがでしょうか。はい、ただいま平均66、うん、最大86、ほう、やっぱ電気自動車なんで静かですね、うん、全般的に、まあそうですよね、確かにあのボコンボコンしたとこもね結構行きましたけれども抑えられてるっていうのが分かりました。でも本当にねあの他の電気自動車と違うのはねこの重厚感だと思うんですよね。わざと出してんのかっていうぐらいすごく重厚なんですが、まあ強いて言えば個人的にはこの走り始めはもう少し軽やかにスッと出てもいいんじゃないのかなっていうことと、あとドアミラーのやっぱこの映す位置がちょっと低くて見えにくいなっていうことと、まあ、この2つはちょっと気になるポイントではあるんですけれども、他はですねこの重厚感が非常にアウディらしくですね、あの新しい時代のオールロードクワトロ、私もともとオールロードクワトロ大好きなので、これはね大歓迎かなっていうふうに思っております。はい、というわけでね
新しい時代の風を感じていただけたかなと。でさらにそこに持ってきての S なのでね、やっぱり早いのがいいっていう方もご満足いただけるような、まあ、電気自動車もそういった多様化の時代にどんどん入ってきてるのかなと。バリエーションも増えて、さらにそのバリエーションの中で早いの普通のとかね、スパルタンなのコンフォータなのとかね、もう本当にいろいろ細分化してこれからもどんどん増えてくるんじゃないかなっていうふうに思います。多分ガソリンエンジンの車よりもそのあたりの制御しやすいと思うので、よりね、バリエーション増えるの早いんじゃないでしょうかね。はい、そんな気がしています。まあ、またそんな車が出たらね、ドライブにお出かけしたいと思います。というわけで今日のドライブはいかがでしたでしょうか。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また一緒にお出かけしましょうね。またねー。